こんにちは。こんにちは。行きますか。ね、はい、その暑いね。暑いね。ここ35度がもうね、ずっと続いてますよ。猛暑だね。あ、な、今日名古屋県、名古屋市。名古屋名古屋市がさ、ほら、40度観測したらしい。本当に今日、初だって、市長。40.2 度って速報が出た。暑いね、それは。うん、だから熱中症になっちゃう、本当に。そうなんだ、だから本当気をつけてくださいね。でも暑いといえばね。何ですか、いきなり。いきなり何、暑いといえば。始まるんですよ、ついに。というとダイス、第2回公演が。おわっ第2回公演ね、始まっちゃう、始まっちゃうんですよ、11月の1日から3日。そうだね、うん、木金土とね。いや早いね、もう1年経っちゃったよ。そうですよ、第1回から。もう1年、そうなんだよね。だからまあ1年ぶりにね、うん、まあこうやってまた集まるわけですよ。そうなんだね。明日顔合わせって、顔合わせってどんな感じやんの、レンって。いつも顔合わせっていうのはまあこういうことでしょ。それ俺がやるやつだ今。普通に言って俺がやるやつだったのね、ボケも。じゃあもう一回やろう。じゃあこれ勝った。で、顔合わせなんですよ明日ね、明日顔合わせ。うん、うん、でお前結構舞台やってんじゃん、うん、顔合わせでどんな感じなの。やっぱ団体ごとに違うじゃん。どんな感じの顔合わせ。やっぱりその出演するメンバーが集まって始めまして、うん、これからよろしくお願いしますって感じ。ダイスは違うから、それは顔合わせんじゃん。今月から稽古始まるわけですけども、第2回の意気込みは。そうっすね、まあ前回は余裕で超えたいと思ってます。そうだね、うん、だからその顔合わせがね明日あるんですけど、うん、まあ、頑張っていきたいなって本当に思ってますそれは。すごいシンプルなこと言うね。頑張っていきたい、うん、それ言うよ俺みんなに、うん、とりあえず本当に頑張っていきたいって俺は。やっぱり本当頑張っていくわっていうのは、うん、みんなで頑張っていこうよ。そう、念をして行ってきたのは。ということでね、まあ、11月本番。11月って言ったらやっぱりイベントないわけよ、他に。10月31日だっけ、ハロウィンは。ちょっと俺ハロウィンです。わかんないわ。30じゃない ?30 か。だからもうとりあえず始まりますよ。うん。第2回公演。うん、11月1日から1日から3日、木金土とやるんで。じゃあまあそういうことで。はい。まあ明日顔合わせなんですよ。だからまあ明日それから明日顔合わせね。そういうことねって言ったらいいですね。みんなこんにちはして結構始めていくっていう。ちょっとこれからいろんな動画上げていくと思うんで、それもちょっと見ながら。ぜひ。あ、面白そうだなとか、ちょっとね。まあ動画もね。うっとうしいなと思ったら、もう何でもいい、もう感情がなんか芽生えたら、うん、とりあえず見に来てください。ということで、もう一度言いますけど、本番は11月1日から3日まで。木金土やりますんで、ぜひぜひお時間ある方は、いやお時間ない方もお時間作ってね、なんとか捻出していただいて見に来てくれれば嬉しいなと思います。はいはい、じゃあまたまたお会いしましょう。バイバイ。